皆さん、こんにちは。口笛奏者をやっております。ようこと申します。今日は、夏の、まあ、おつまみメニューですね。ブルスケッタ。イタリアの前菜で、まあ、野菜をこう、トマトとかがね、多いんですけど、野菜を、まあ、パンにくっつけて食べる。そんな前菜メニューになっております。お酒は、イタリアの前菜メニューということで、ワインとかも最高だと思うんですが、まあ、私的にはビール、ハイボール、まあ何でも合うかな、美味しいかなと思いますので、ちょっと夏の超簡単なんで、超簡単前菜メニューとしておすすめしたい、こちらのブルスケッタ、今日は作っていきたいと思います。ということで、早速やっていきます。ということで、トマトをまず切っていきたいと思います。トマトももう何でもいいです。もう何でも好きなトマトを使ってください。今日は普通の大きい赤いトマトと黄色いトマト、ちょっとうちで取れました。うちの庭で栽培されたこのトマトを使って、ちょっと黄色と赤でね、おしゃれかなと思いまして、こんな感じで2種類トマトを使いたいと思います。で、まずトマトを好きなだけ切ります。好きなだけ切ってください、マジで。もうすべて適量です、今日のこのフルスケッタは。まあ、切り方とかも別に食べやすい一口サイズ的なことで大丈夫です。うわ、このトマトクソほど美味しそう。やばい、見えないか美味しそう。で、トマトを刻むじゃないですか。で、こう入れますね。何でもいいです、もう。とりあえず入れます。ドン。ちょっと2色トマトが入りました。美味しそうでしょ。で、味がね、味は何ぞやということなんですけど、味が、まあ、まず塩コショウです。なんか今日はちょっと私マジックソルトっていうやつ持ってきちゃったんですけど、別に何でもいいです。塩とコショウが入っていれば。で、これをちょっと適量入れます。マジックソルトはハーブが入っちゃってるんで、まあ嫌いな人は普通の塩コショウ、味塩コショウみたいなやつを使ってください。で、ブルスケッタなんですけど、バルサミコ酢を私はおすすめします。ブドウのお酢なんですけど、ただ酸っぱいだけじゃなくて、ちゃんとまあ、ブドウ果汁と、甘みとかしょっぱみがちゃんと入ってるんですよ、これ。だから、意外と使いづらいことってなくて、で、こういう野菜にこうやって、かけます。マジで何の野菜でもかけたらドレッシング的なことになって美味しいんですよ。なのでバルサミコ使うときは別に塩コショウも普通に控えめで余裕で味が決まってしまいます。そんな素晴らしい調味料となっておりますので、調味料の倉庫にバルサミコが眠っている人ぜひ使ってください。で、まあ、今バルサミコと、塩コショウを入れてオリーブオイルちょっと入れます。適当でいいです。入れます。で、なんとこれで味が完成です。で、混ぜます。こうやって適当に混ぜたら、まあ、1、2時間寝かせても美味しいんですけど、あえた瞬間からパンにくっつけてもフレッシュな感じでね、美味しいと思うんで、ちょっと若干味見します。もう決まりすぎてる味がマジで、うまいんですが、すでに。で、このね、トマトの夏の味が加わって、もうフレッシュ感たまらない感じです。ということで、あとはなんとパンに乗せていただくだけになっちゃうんですよね。びっくりでしょ。簡単すぎて。他にやることないですもん。マジでバルサミコをぜひ皆さん使ってほしい。ちょっと今日はこんな感じのパンを用意してみました。まあちょっと半分ぐらいに切って食べやすい感じで盛り付けてみようかなと思います。で、この切って断面なんですけど、ニンニクが入ったバターとか好きな人はこう塗って、ちょっとオーブンで炙ったりフライパンでちょっと炙ったりとかしても全然いいと思います。まあちょっと私は脂質
ダイエットなんで、ダイエット中なんで、ちょっと脂質控えめがいいかなと思ってバターは今日はやめますけれども、塗って焼いたらさらに美味しいです。はい、ということで、パンに盛り付けてみたいと思います。ちょっとね、とりあえず4切れほど切ってみました。これね、カリッとね、オーブンで焼くといいんですけど、今日はマジで一番簡単な感じで作ってみましたので、皆さんぜひお好みでやってみてください。こんな感じで。で、この調味液が、このお酢の感じがね、パンに染みてるのがね、すごい美味しいんですよね。ということで、しっかりパンに染みさせて大丈夫だと思います。はい、できました。イタリアの前菜、ブルスケッタ、完成です。美味しそうでしょ？ぜひ簡単なので作ってください。